こんにちは、中本博秋です。今回はですね、182番の食偏の美しい書き方について解説します。食って字をこう書いて、こう書いて、こういう字ですね。これをこの右端をこう取って書くと偏になりますね。偏を、それでは、食偏を書いてみますと、まずこれを少しこう長めにゆったり書いて、そしてこうして、でこのちょうどこの交差した真下にですね、点画が来るようにこう書く必要があります。こうそして右足を少し揃えるように意識して書きます。こう書きますね。でこちらにあくびを書いてます。こう飲むって字ですね。こうして横へぐーっと右やらへ強く、こういうふうに書きましょう。例えば缶って字ですね。こう書いて、こうして、これ作りを書きます。そうですね、食偏の注意するところはですね、この一画目を、一画目を少しこう長く書いて、パンって打って、でこのちょうどこの交わった真下に点を打って、こう書いた時にですね、この2本目の横画のこの延長上ぐらいまでこう伸びてるのがいいですね。ですからこのお手本もですね、もう少しこのぐらいのがバランスいいと思いますね。そしてこうこれを書きましょう。もう一回書いてますね。これ長く書いて、でこう右やりをこう強く、こうしてこれを右やりをうーんと強く書いて、ここを閉じるぐらいのこう感じに書いてもいいですね。そしてここの伸びたところと、ここはこういう右やりリズムになるように、これをですね、こういうふうに書かないことですね。こう書いて、こう書いて、これを長くこういうふうに書いちゃいますと、この右やりのリズムがなくなりますね。こういう右やりのリズムを残すように書きましょう。これが、食偏の美しい書き方です。最後にこの半手字をちょっと書いてますね。こう長く書いてて、こうして、こうして、こうして、こう右やりになる、してこの下にも下ろす、こういうふうに書きましょう。以上、食偏の美しい書き方について解説しました。これで、解説を終わります。